教えてエディオンのコーナー。価格の違いは何の違い、ザクッと知っとくブレンダー編。というわけで、前回はこちらの動画で、回転調理器のミキサーブレンダーフードプロセッサー13ミルサーなどをいろいろ説明いただいたんですけど、こちらの動画ではまずブレンダーですね。ブレンダーのこう値段がいろいろあるじゃないですか。ありますね。ありますよね、はい、この違いって何なのということを細かく言い出すとちょっとキリがなくなっちゃうので、ザクッと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 ね、ザクッとせーの、ザクッとね、説明いただきたいなというふうに考えてます。というわけで、今回も調理担当のタケルですにご説明いただきたいと思います。はい、じゃあ早速ですが、例えば1万円以上のところで言うと、例えばこちらのブラウンさんの商品ありますよね。こちらの方が1万5000円以上ぐらいかなの価格で、こちらの商品が1万円未満っていう商品なんですけど、例えばこちらってどういう違いがあるのか、ザクッとでいいんで教えてもらっていいですか。まずザクッと言うと、ザクッと、ね、ついてる付属品が数が違います、はいですよね、これ見るように、そうですよね、はい、でこれによってザクッというと、通常は潰したりかき混ぜたりです、うん、調理をね、そうですね、はい、食材を食材を、はい、それをアタッチメントを追加して付け替えることで、うん、すりおろしたりとか、うんうんうん、あとはみじん切りにしたりとか、みじん切りね、あ、こちらのこのついているこれを使うとみじん切りとかすりおろしができるっていうことですね。そうですね、それぞれ付属品でいろいろな使い方ができると。なるほどなるほど、確かにこっちの方ではみじん切りとかすりおろしってできそうにないですもんね。そうですね。なるほど。ということは、要は調理の幅、調理の種類っていうのがこう広がるっていうことが、まあ値段の違いっていう理解をしたらいいんですか。そうですね、一番大きいのはそちらです。なるほどなるほど。じゃあ次に、例えば1万円未満でも値段帯でザクッとですけど言うと、5000円以上のものと5000円未満のものっていうのがあると思うんですけど、この辺の値段の違いっていうのは何の違いになるんですか。低価格のモデルになると、はい、先っぽの刃がついた部分が樹脂でできています、はい、あ、なるほどなるほど、これがステンレスになればもちろん清潔ですね、はい、なるほど、お手入れしやすいしやすいというところで、うんうん、まずこういったところの違い、あ、なるほど、樹脂になってると結構食材やるときに匂いがついてしまったりとか、なんか洗っても取れなかったりみたいな、色がちょっと残っちゃう、あ、色もね、はい、確かに汚れてるんかなみたいな、そうですね、落ちなかったりしますよね、ええ、あ、なるほど、そういうことがステンレスやったらつかない、綺麗なまま、綺麗なまま、綺麗なまま。なるほど、綺麗方がいいな。なるほど、やっぱり商品によって違うんですね。やっぱりどういう調理をされるかということで、いろいろ商品ありますんで選んでいただければいいかなと思いますね。はい、このコーナーでは他にも役立つ情報を配信していきます。チャンネル登録をお願いします。いいねやコメントもよろしくお願いします。エディオン。